200から400の微妙に増えてるなと思ったね。だから俺オリンピックやるからでしょ。やりたい。オリンピックだよ。もうオリンピックあるよ。もうオリンピックだよ。なんで？おい、おい。どうしたの？無理に歩かなくて。おっちゃん、梅さんバッグに写真撮っか、ポンちゃん。お二人分のお賽銭を持ってきました。お賽銭？お賽銭。なんか、お金？うん。5円玉ないけど、二人合わせて10円で5円ってことで。かわいい。ちゃんの分15円必要だった。休みに合わせて10円。すみませんとか言って何で話して。3円、3円、4円って感じでいい？いいよ。寒いな。あったかくなってきた。急に汗を。いや、太陽の元だから。ちょっと寒い。風が冷たいな。中薄いでも外だけこうダウンとか着てないと寒いや。うん。この間微妙にさ薄着で出てって後悔したから。うん。暑くなったら上着ればいいけど寒いのは着込めないじゃん。まあね。あー超綺麗。どうぞ。さすがに危ない今は。はい、深く、あんなに深くやんだ。あれ90、あれ45度ぐらい、いや90度ぐらいやってんじゃん。あれなんかね、本当の家だともっと下らしいよ。こういや、本当にパンパン手が、これ今カメラ撮ってるんです。見たことあるような。あ、上がんなくてよかった。よりもどっちも道は知れないんでね。はい、昼何食おうかな。寒い。
これなんだろう。南天って書いてある。あ、だからか。南天って。やったね。お稲荷さんが食べよう。家帰ってお稲荷さん食べよう。ポプナリさんですよ。なんですかわんねえの。ここにもキツネさんめっちゃいた。両端にいるんだね、キツネさん。僕はママにペロペロしたかったんだって。これキツネじゃないの？これポプネって言うんだ。キツネじゃないです、犬です、かわいいよ。これポプネって言うんだ。犬だと思うんですよ、猫かもしれないなんだろうね、あれ取れないよな。いや難しいよ。家で、家じゃね、外で絶対やんないしな。中でこう、アクリルするじゃん。うん。はい。アクリルのタイミングで動画撮ってもなかなかね、やっぱ